はい、体育座りをしている、スーちゃんからお送りします。今回もリリー&スルダーアトリエやっていきましょう。どこに行こうかな。ではアトリエに戻ってゴブレットを作りたいと思います。はい。なあお前たち、またか。またしても素晴らしいアイデアを思いついたんだが。やだそうかそうか、やってくれるか。さすがはお前たちだ。おお、聞いてないぞ。ち弾丸何発残ってたっけ。一発あればこと足りごめんなさい、調子乗りました。でも今回は本当にいいアイデアなの。聞くだけ聞いてあげろよ。ありがとうございます。だな、ありがとうございます。金のなる木って聞いたことあるだろう。本来ならただの慣用句にすぎん。だが錬金術なら実際に作ることができる。何、お金増えるの。俺が思いついたのは毎日コールの実をつける木だ。コールと実をつける木。何それ夢みたい。やります、手伝います。お父様、まあ嫌な予感するけど。我が娘ながら欲望に忠実だな。嫌いじゃないぞ。そんなうまい話あるのかな。絶対ひどい目に。まあいっか。作れってことかな。よし、ではロジェ様の課題オープンだ。はい。キーファを用意すること。オッケーオッケー。これがうまくいけば家族揃って大金持ち。未来のブルジョア生活のためにも任せたぞお前たち。悪いな、悪いやつらや。はい、また増えちゃった。教室箱ね。オッケーオッケー。で衣装、フィリス変えれるかな。大人っぽいでしょ。いいね、先生のお気に入り。で、マティアスはまあ相変わらずこれでいっか。よし。さて、何を作りますか。さあ、教室箱作れるかな。あ、その前にゴブレット作りたい。よし。どんな触媒入れればいい。あ、錬金レベル足りないんだな。18か。マジか。触媒。あ、ミツゴトーン優秀。ミスティックハーブ、ミスティックハーブでいこうか。大量選択は目が命。でもな、別に、あ、そっか、別にこれあれか。なんでポリッシュにこう使って、あ、強えな効果。これにしよう。まあここは気にしなくていいんで。はい、ゴブレットできた。そうだよ。よし、これをちょっと持っていきましょう。あげるよ。新しい商品欲しい。やったぜ。まあとりあえずゴブレット納品します。やっとだ。まあまあ、はい、素敵なゴブレット。ありがとう二人とも。私からもありがとう。助かったよリリーちゃん、スーちゃん。時間かかったけどね。せっかくいいゴブレットを作ってもらったんだから、もう割らないように気をつけなさいよ。この間は言い過ぎてごめんね。うん、先輩、先輩。いいね。わっ、こら、抱きついてくるな。先輩、大好きです。この平和な感じいいよね。よかったよかった、これで一件落着かな。はい、そのようです。つか、このアトリエって すごいな。本当にやることいっぱいある。
やり込み要素満載満載。あ、シスター、こんにちは。こんにちは。パメラは本当に素晴らしいシスターですね。うん、後輩のミスをかばいつつ人間関係に配慮した上で問題の解決を図るとは、ほんわかしているので、ほんわかしているので、なかなかどうして、彼女はしっかり者だと思います。実はって言っちゃうと失礼ですけど、パメラさんって頼りになりますよね。そうだよ。そうだね。まあ抜けてるところはとことん抜けてるけど。ですが、それも彼女の魅力。うん。あ。え、今なんか割れなかった？嫌な予感するぞ。イネス、あなたまた？違います、先輩。今度は私じゃない。ん？じゃあ誰が？あ。あ。あ。あもしかしてパメラ。かわいい。ちょっとどうするんですか、パメラさん。ごめんなさい、ついうっかり。ご飯粒か何かでくっつけませんかね。無理ですかね。ああ、抜けているのは彼女の魅力ではありますが、やはり欠点であることに違いはなさそうですね。いいですね。もう知らないっと。くさ。パメラくさ。もうずいぶん遅いわね。うん。掘り出し物。麦粉。プニの脅威。イベント、こんな商品があったらいいなっていう希望あったりしないかしら。希望、うん、そうですね、私はあんまり思い浮かばないな。スーちゃんは？私もあんまり。お母さんの店、かゆいところに手が届く感じだし。あ、間違えた。パメラさん、パメラさんの店。あはは。つーちゃったら恥ずかしいな。ねあ、私としたことが痛恨の間違いを。でも、そう呼び間違えちゃうのもわかるな。ちょっと似てるんかな。パメラさんって優しくて、いい匂いで、なんとなくお母さんみたいな雰囲気だし。そうなんだよ。実は前からパメラさんのことお母さんみたいだなって思ってて。まあ結構ボスや溢れてそうですね。とっても嬉しいわ。ディディちゃん、スーちゃん、私のこと。呼んでちょうだい。じゃあ失礼して。コン、パメラお母さん。かわいい。パメラお母さん。おお、思ったよりくせ。パメラお母さん。はい、パメラお母さんよ。じゃあ今度からパメラお母さんって言えんから。ねえねえ、パメラお母さん。あ、やばいやばい。商品の値段もっと安くしてくれない？それはダメ。一筋縄にはいかないようだ。どこ行く、どこ行く。はい、でロジェにキーファか。ロジェ、キーファどれぐらいいる？どうした
ゴン。めっちゃあるよキーファ。キーファだったらいっぱいある。うん。よいしょ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 。オッケー。これで平気？よーし、確かに受け取ったぞ。よろしく。本当にこれでいいんだな？うん。ご苦労だったな。ではロジェ様からの評価を発表するとしよう。結構拾ったからねキーファ。最高だお前たち。うずく、俺の創作魂がうずいているぞ。すげえな。さあ何を作ってくれるんですかロジェは。まあ、この前はコンテナだったけど。あ、できた。そのまんまコールが実ってる。うわ、神々しい。これがコールの実をつける金のなる木。じゅゆひひひひ。すーちゃん、よだれすごい。あ、いけないいけない、あまりの魔力に理性を失ってしまった。なんかできるかな、お金増える。む、見てみろ、早速実をつけ始めたぞ。これだけ実ればすぐ大金持ちだよ。これ大丈夫かな。確かにこれは大発明かも。おお、そうだろそうだろ、やはり俺のアイデア完璧だったな。3000コール。3000コール。そうだ、この木お水はあげなくていいの？めっちゃもらったんだけど。ええ、水は必要ないぞ。その代わり金をまく必要がある。金をまく必要がある。は？ん？この木はな、水の代わりに金を欲するんだ。1日10万コールほど。え、きつくね。はあ、10万コール、そんなのどうやって負かずじゃない。きつ、10万はきつい。ふむ、言われてみればそうだな。いや、失敗失敗。あ、怒る気力すら失せてきた。お父さん、この木どこかに捨ててきてよ。育てるだけで赤字になる木なんてうちじゃ無理だよ。無駄無駄。まあそんなね、甘くないわ。捨てるなんてかわいそうじゃないか。この木だってしっかり生きてん。あ、焦げ臭いな。焼却処分。恨むならお父さんを恨んでね。リディは本当に怖え。リディ、おい、何をやってる。やめ、おい、やめろ。おーい、はーい。はい。でも3000コールはうまいな。3000コールはめちゃくちゃうめえ。で、まあとりあえず調合しようか。どんな触媒入れればいいか。さて、どいつから調合してやろうか。なんだっけ、中和剤作ろっか。触媒、中和剤の緑作ろうかな。どの触媒、エルトナ水晶にしようかな。材料選択。いや、触媒結構取ってこんときついっすね。緑、並び替え、違う、色は紫じゃない、緑かな。これは、あれ、あ、緑ないんだね。
水は。じゃあこっちやんな。さあ A のあるかな。あいまいちかな。あいいのあるね。これとこれにしようかな。でこれはまあ緑ないんで、やっぱ最初やから全然ないね。まあ後々どうしようかな。とりあえずこうして、あーこうすると活性化アイテム違う色、隣接入れ替え、あー色を変えるってことか。チェンジ、違う色に変化。あーなるほど。あでもこれで OK？ はこれだよね。うん、これでぐる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 。とりあえずは特製オム、うん、スーちゃん最新の一品。よしで、クラフトを作ろう。触媒何がいいかな。エルトナか。こいつから調合してやろうか。これでいい。レッツ調合。緑。あ、物理ダメージ中。待って、見たい。能力を見たい。なんだっけ、触媒。あ、使用回数か。材料選択、まだ最初やからこんなもんなのかね。これでレッツチャーゴー。ここだ。ここ入れたいね。じゃない。んなもんでもこれやったらさ、触媒使うのもったいないよね。これにして、はい。でも結局これは変わらんか。オッケー、レベルアップ。道具のレパートリーまた増えちゃった。増えた。はい。リリちゃん、スーちゃん、フィリスや。お邪魔します。お、フィリスさんじゃないですか。来たー、フィリス。このアトリエの場所教えましたっけ。うん、うん、リルちゃんに聞いたんだ。二人に聞きたいことがあったからさ。ほうほうほう。ねえねえ、二人とも、この地方に雷に関するお話って残ってない？雷？雷に関するお話ですか？それなら、うん、あれしかないよね。雷神の伝承。あ、ちょっとそれ聞かせてもらえる？ん？はい。昔ファルギオルっていう凶暴な雷神がいて、ファルギオル、雷でこの辺りを焼き尽くしちゃったんです。で、うん、時の英雄と一人の錬金術師が協力してファルギオルを絵の中に封じ込めたっていう。ほうほうほう。雷神ファルギオル、錬金術師が絵の中に。雷神の伝承ってアダレットに住んでる人ならみんな知ってるくらい有名なお話なんですよ。子供を叱るとき言うこと聞かないと雷神様に雷落とされるぞって脅かしたりして。だ
ただまあ、おとぎ話ですし、本当のことかどうかわかんないですけどね。ううん、ありがとね。じゃあこれ、じゃあ何くれる？お礼を兼ねてプレゼント。また肉？お肉。これはまた随分しっかりした差し入れですね。肉ばっかや。はい、原社の。そう、これくらい私ならペロリだよ。それじゃあ美味しく食べてね。フィリスは近所の人かな。これをペロリと、ね、でもフィリスさん、どうして急に雷についてのお話なんて。力肉かな。はい、誰作ろっかな。あ、ウニ袋が足りんか。ドナーストーンとかまだだよね。あ、釣り竿も作らないとね。あ、中和剤機。あ、中和剤機も作ってないわ。さて、何を作りますか。釣り竿、水袋、釣り竿作ろうかな。触媒。レフィアフィッシュ、触媒、赤い花。どうしよう。材料選択は目が命。で、美味しそうなネリエと、あ、これはないかな、色が。で、糸素材、目立たない。あ、もう一個使うね。まああんまでかすぎてもな。まあいっか。これかな。でけえな。でかいから怪しいやつにしよう。はい、単純構造。ああ、単純構造ってのはあれか。ひとまず終わり。スーちゃん、会心の一品。よしよし、釣り竿できた。お、おお、本当に釣り竿を作れちゃった。惚れ惚れするくらい綺麗にできたな。まあ品質低いですけど。よかったね、リリー。今日からご飯のおかずが一品増えるよ。うん、なんて言ったって私たち釣りには自信あるもんね。マジっすか。お金がなくて魚を食べるために釣り糸を垂らし続けた苦い日々。ついたあだ名がメルベイユの川釣り姉妹。釣り竿を七に入れちゃったからずいぶん長いこと釣りはしてないけど、うん、あの頃磨いた腕はまだ衰えちゃいない。クソ。すべて今日から震えて眠るがよいぞ。かわいい。マジでふわふわしてるわ。はい、釣り道具ね。はい、 OK です。さまざま、たまにはのんびりと糸を垂らしてみてください。了解です。はい、じゃあ探索装備で、つか探索装備いっぱいあるよね。で、結構ね、アイテム使っちゃったんですよね。で、ハニーシロップをね、ちょっと作りたい。蜜ごと。はあ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 。あ、HP 回復ショーだね。あ、もう一個いける？これでいい。お、中までいけるね。よし。
って言われた。お、素敵な反応。よいしょ。これだ。お、素敵な反応。これでオッケー。ぐる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 。あ、2個できた。よし、じゃあちょっとハニーシロップをまたつけましたね。あ、そうなのね。食べて回復中。あ、ブレーキ値を回復といいじゃない。はいはい、うん、よいしょ。でルフトも作りましょう。さて、どいつから調合してやろうか。一般的な。吹き飛ばす。ノックバックかな。愛力が上がる。これはダメだな。ハイボーナス。使用回数、威力は少し上がる。これにしよう。スーちゃん、会心の一品。はい。スーちゃん、ホットケーキ焼いてみたよ。日常や。お母さんの身を見真似だけど、どうかな。美味しそう。うわー、美味しそう。いただきまーす。甘さ控えめで、ハチミツとバターが絶妙で幸せ。ふふふ、いやー、満足満足、とっても美味しかったよ。おそ松様、お母さんがよく焼いてくれたなって思い出しちゃって。うん、お母さんか。あ、お母さんな。家族みんなで国一番のアトリエに。お母さんとの約束、本当に果たせるのかな。まあ、ゲーム上果たしますよ、僕が。ああ、スーちゃんが弱気になってる。ずるい。私が弱気になるとすぐ怒るくせに。お母さんとの約束、その2。約束は絶対に守ることでしょ。ごめんごめん。ただ、約束を守るためには。ああ、釜から煙が。俺特製の新作レシピ、どこが間違ってるんだ。うん、お父さんにももうちょっとしっかりしてもらわないとね。せやね。さて、何を作りますか。さあ、あ、そうだ、野望ノート見てない。 E ランク、仮面をつけたプニセーバイ、クロマ系のエルトナ水晶で買い物ね。キャラ変更を行う。はい、じゃあここで買おうかな。うん、任せて。はい、オッケー。じゃあちょっとね、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。